はいどうも。今回はレガシー、使用するのは黒緑ハイランダーです。汚れた契約は2マナのインスタント。効果としては、デッキトップをめくり、それが気に入れば手札に入れ、気に入らなければ追放して次のトップをめくり、必要なカードが出るまで探すことができる強力なサーチカードです。ただし、めくってる途中で同じ名前のカードを出してしまうと、何も効果を発揮せず不発となってしまうというデメリットを持ちます。そこでこのデッキでは、同じ名前を持つカードを入れないという構築をすることで、デメリットを回避。不発になる心配なく、まるでインスタントのデモニックチューターのように運用することができます。こちらだけ統率者戦してるみたいな構築ですが、果たしてうまく回るのでしょうか。対戦の方に行ってみましょう。後手、呪文がろくに唱えられないのでマリガンですね。良い感じです、キープします。土地3枚目はもらっときましょう。両者ワンマリガンでスタートです。相手魂の洞窟をゴブリン指定でセット。ゴブリンの獣木召喚。ロケットスタートですが、こちらは部族キラーカードを引けてます。次のブロッカーにするかもしれないのでミシュラからセット。果てしなき物を11で召喚。ブロッカーにしてインドです。山セット。トゲムチ使い召喚。能力で果てしなき物バウンス。ラッキーアタック。1点もらって能力が誘発します。ゴブリンの名刺登場。比較的マシな部類ですね。対策も引けたし。森セット。神髄の針設置。指定は名手です。そして果てしなき物を11で再召喚。これでターンを返します。アップキープ、エコーを払えずトゲムチが墓地兵。名手アンタップ能力誘発しますが、針で抑えてるので大丈夫。魂の洞窟追加セット。名手だけアタック。これはスルーします。悟空の杯を1で設置。面倒ではありますが、こちらはもっと面倒なものを持ってます。ベッジを起動してサーチ。沼を持ってきます。仕組まれた疫病を設置。指定は当然ゴブリン。相手生物全除去した上で、後続のゴブリンも小さくします。ここで相手投了。ゴブリンデッキはこれ貼られたらどうしようもないですからね。さて、サイドです。見栄え損ない、暗黒派の除去2枚を投入。他の除去は白生物と緑生物対策なので、入るのはこれだけですね。遺産と虚無爆弾をサイドアウト。とりあえずこの60枚で2本目いきますが、消化エルドラージいるし、他のカード外した方が良かったかも。タクタクで潰されるサクレナイファクトとか。後手、キープします。ルツボいらなそうだから、ここ外すべきでしたね。相手山セット。霊気の薬瓶設置。ここでちょい悩む。不
通に沼を置いて1マナ除去構えるか、タップイン処理して次の契約考えるか。とりあえず除去構えれるようにしときます。霊気の薬瓶2枚目。土地なしでそのままエンド。でもバイアルだけで十分ではありますね。そして引きが強い、また疫病引いてきちゃいました。次設置するためにタップイン処理してエンドです。相手バイアルカウンター増やしたのみでエンド。不毛の第一セット。仕組まれた疫病を先置き。緑や白入ってたら別ですが、大抵のゴブリンデッキはこれを割れないと思う。エンドにバイアル起動。地下牢の管理人、グレンゾ登場。統率者デッキで見たことあります。ライブラリボトムから生物呼べる能力持ちですね。グレンゾパンチで1点もらいます。そのままこちらのターン。補充かタップイン。除去と契約構えてエンドです。バイアル起動なしで相手ターン。グレンゾパンチ、一旦スルーで1点もらいます。ロードあったら多分出してると思いますが。エンドにグレンゾを除去しに行きます。プッシュの方が範囲狭そうなので先に消費します。致命的な一押しでグレンゾを破壊。スタックバイアル起動。稲妻作りし登場。派遣能力でグレンゾ2が好きですね。デハスタックで見栄え損ない、22になってる稲妻作り師を除去します。その前に一応派遣能力を確認、除去すれば派遣で逃がすことに意味なくなりますよね。大丈夫みたいなので除去打ちます。ここでロードでできたら厳しいですが、この状況読んで温存することは少ないと思う。無事除去できて、派遣の戻す能力が先に解決。これで派遣しても追放されるだけとなります。一応やってみた様子。こちらのターン。緑マナを探すために汚れた契約を打ちます。めくるだけだから絵が出ないみたいです。脅迫はいらないので追放します。次のトップはウィンの目。設置しても今はあまり意味ないからこれも追放かな。次のトップは黒緑フェッチ。待望の緑マナなのでもらいます。即フェッチ起動。日本の森をサーチ。世界のるつぼを置いておきます。これでエンドです。エンド前にバイアル起動。ゴブリンの女看守でゴブリンサーチ。本体は疫病で墓地送り。の潰し屋がサーチされました。置いておくアーティファクトは入れとかない方が良かったみたいです。4のバイアルを起動。潰し屋登場。ルツボー対象に能力誘発。破壊されて同盟者数1点ダメージもらいました。
輪作でサイクリングランド生贄にしながら土地サーチ。エルドラージの寺院を持ってきます。忘却巻を召喚します。キャストした時に相手のライブラリトップを4枚追放。その後、相手の追放領域から土地カードを全部こちらに出す。1枚しか取れなかったけど、意味あるフェッチだしまあいいか。エンド2後の倍ある起動。鏡割りの引き時期召喚。即能力起動して、潰し屋をコピー。潰すためのファクトはないですが、コピー消えるのはエンドの開始時で、今すぐ消えなくて起動するだけ得するから起動したって感じですね。バイアルは4と5で固定するようです。トゲムチ使い召喚。エトバで忘却巻きバウンス。潰し屋2体で2点パンチ。もらって残り14。エンド時にコピー消滅。フェッチ切って圧縮しときます。バイユーをサーチ。引きが噛み合いますね。針の名前指定は場に出る2歳子。場に出た時点で引き時期指定すれば起動はされません。先に起動しても針はその時点ではないし。神髄の針で引き時期を指定します。その後忘却巻を再召喚しようかと思ったけど、能力使えるなら後輩を招くもので横に並べた方がいいですね。忘却巻で追放してたカードのうち2枚を墓地に戻して消化能力しよう。エルドラトークン3体生成。4号着地させてエンドです。エコー支払えずトゲムチは墓地へ。ここで相手投了。対戦ありがとうございました。はい、いかがでしたでしょうか。これだけ違うカード並ぶと小さくて見づらいですね。ハイランダー仕様でもちゃんと回るようです。役割とマナカーブさえ押さえておけば大丈夫ということですね。もちろんレガシーというカードプールの広さがあってこそできるゲートでしょうけど。ちなみにこのリストはレガシーチャレンジで4、3してたリストです。これ以外にも、グリクシスタイプのは公式で紹介されてました。汚れた契約2枚を押さえておけば、デッキ構成はいろいろできるのかな。レガシーメタに対して理解と習熟してないと、組むのは相当大変そうです。使う側としてはとても面白かったです。引くカードが全部当然ながら違いますから、毎試合違うデッキ使ってるみたいに楽しめます。個人的に複数種類1枚積みするの結構好きなんですよね。といったところで今回はこの辺で、また次回、ご視聴ありがとうございました。